じゃあこんにちは。はい、三鷹さん、今週もまあオープン戦な、オープン戦たくさんありましたね。まあいろいろなんか印象残るゲームだとか、はい、そういうのもあったし、まあ、うん、ぼちぼち ね開幕投手と言われてる投手陣が、うん、まあ投げ出してきてるよね。だからなんかオープン戦とはいえ、うん、なんか非常に締まったゲーム、はい、が見られてるという。なんかオープン戦の時からね、なんかすごく緊張感を感じて、うん、いい試合が多いんだよね。ね、うん、各選手のこう、そうそうそう、今の状態も結構分かりやすいですね、試合になると。まあそうだね、うん、それとまあやっぱ今週の注目選手ということで、はい、まあ、特に若手をね、まあ、ピックアップしてみて、うん、ちょっとやっぱり目立った選手、はい、そういうのをちょっとピックアップしてみました、はい、まずセ・リーグからいきます、はい、ね、セ・リーグは、はい、順を追っていきますけども、7選手ですね、はい、はい、巨人、はい、堀田、もう前から言ってる、はい、そうですね、やっぱ三振が取れるっていうのはいいね。うーん、やっぱこうまっすぐ角度あるし、追い込んでからのフォークだとか、はい、まあそういうので三振を取っていくわけだけども、はい、まあ東京ドームで初先発をしてね、だから非常に落ち着いてて、うん、この選手は使えるなっていうふうにまた改めて感じた投手だったよね。うーん、はい、これから急にもう戦力としてっていうふうになっても、おおかしくない、問題のない、うん、まあまあ育成になったっていうのはさ、トミジョン手術をしたから、はい、ね、うん、まあそれで育成になっただけで、うん、まあ、実力的には完全に支配下にいる選手だから、うん、じゃあもうその手術の影響なんかももう今は、いや、もう多分ないと思うよ、うん、まあ投げた後どうなのかっていうのはこう我々では分からないけどさ、なるほど、はい、まあでも順調に来てるかな、うん、うん、よかったです、はいはい、で次に山崎、はい、このピッチャーもいいね。なんてやっぱりピッチャーらしいよね、まあ、それと今週投げた試合は球数が多かったんだよね、3回60球、まあ、1イニング平均すると20球ぐらいかかってるんだけどさ、はい、だからその球数を減らしていかないとやっぱ先発ピッチャーとして確率はなっていかないかなっていう、でも物はやっぱりいいよね、なるほど、素晴らしいものを持ってる、はい、ね、で次に大勢、はい、初めて見たけど、はい、まあ、ブルペンではいい球投げてるよっていう情報は流れてきても、うん、やっぱり実際見てみないとわからないんだけども、はい、オープン戦、まあ、公式戦じゃなかったけど、まあまあ公式的なゲームにオープン戦というね、はい、マウンドに上がって、はい、いきなり投げた球が155キロだから、大勢ってあんまり聞いたことなかったんだけども、はい、非常にいいもの持ってるね。ちょっとスリークォーターから横の変化でかわしていくピッチャーなんだけど、まあ、ジャイアンツと堀田も山崎も上から結構オーソドックスに投げてる、うん、まあ戸郷もそうだし菅野もそうだし、でもちょっとこうタイプ的に違うピッチャーがスパイスとして入ってきたっていうことは非常に面白いなという。ジャイアンツのピッチャーの中ではこうあまりいないタイプ、ちょっといないタイプだよね。だからまあ付け加えれば赤星、はい、赤星っていうのも、はい、非常に使い勝手のいいピッチャー、はい、これはもうパワーでね、はい、行くピッチャー、ピックアップしていった選手ですね。そうそうそう、だから非常になんか魅力のある投手だよね。うん、巨人は野手というよりもなんか非常にピッチャーが目立ってるかな。うん、なるほど、だから非常に楽しみな、この3人ですよね、はい、はいはい、でヤクルト、はい、でヤクルトなんで奥川をピックアップしたかというと、はい、前々回非常に打ち込まれたんだよね、うん、で前回もそんなにいいっていう感じはなかったんだよね、はい、でもちょっと今日見たら立ち上がりこそちょっとコントロールを乱した部分があったんだけど、でも自分のリズムになってからは、うん、まあ本来の奥川の投球ができたということで、うん、まあ少し安心かなという、なるほど、ほっとした姿を見てね、うん、でただ奥川の中に、うん、周りから言われてるコントロールがいい、フォアボールを出さないっていうことが、はいはい、なんかこうプレッシャーになってるんじゃないかなっていう、だから俺は出しちゃいけないんだじゃなくて、必要な時は出してもいいんだよって、フォアボールをで当ててもいいぐらいの厳しい球投げてもいいんだよっていうことを奥側には伝えたいね。なるほど、ちょっととらわれすぎてるっていう、なんかねそんな感じがして、だから絶対フォアボール出しちゃいけないんだ、まあ出したくないピッチャーなんだけども、はい、まあ、出してもいいんだよって誰かが言ってやると楽になるのかなっていうような、なるほど、まあ、そんな感じがした、うん、でも今日のピッチングを見て少し安心したかなっていう感じですよね、はい、で中日、はい、柳、はい、すごい
やっぱいいわ。うん、何がいいっていうか、はい、ボールのキレもいいし、うん、やっぱそれに加えてコントロールがいい、うん、でどの球種でもストライクが取れてどの球種でも勝負ができると、うん、まあ昨年の柳と何ら変わらない姿を見せてくれた、うん、なるほど、うん、だからまあちょっと安心かなというね、うん、なんか好きなんだろうね俺柳のその投球パターンとか考えてることがね、はい、非常にあの安心したということ、はい、で鵜飼、はい、ソフトバンク戦でホームランを打ってんだよね、うん、で今日もスタメンだったんだけど粘ってインサイインハイのボールをレフト前打ったんだけどさ、うん、このバッティングができるとやっぱこの選手は相当打つね、うん、打てるし、はい、ただそのバンテリンドームが広いからホームランにとらわれるとちょっと調子を落としそうなんだけども、はい、だからとらわれないで一生懸命こう振った結果がホームランになるよっていうようなスタイルでいけばまあ打てるだろうねこの子は、うん、ああいいもの持ってるね、うんうん、だからまあ何回も取り上げてるんだけどもさ、はい、今日改めてやっぱこうバッティングを見て非常に非凡なものを感じた、うんうん、中日の打撃の中ではとてもポイントになってる。やっぱりね、うん、打てたら本当に上位いくチームだから、はい、だからこういう打てるバッターを大事に育てるというかね、はい、積極的に起用していくという、うん、ことはやっぱ立浪監督も考えてると思うから、はい、大いにチャンスがある選手だよね、うん、はい、はい、で DeNA、はい、DeNA のチームスローガンと課題は何？チームスローガン？まあチームスローガンはいらない。課題は何？課題は足。そうだよね。はい、大橋出てきましたよ。ちょっと経歴がね、変わってるんですよね。そう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 。まあ留学をし、はい、ね、こっちに BC に入ったのかな。そうですね。戻ってきてね。高校を向こうで過ごしてるってことですよね。アメリカで。そうそうそう。はい、で帰ってきて、うん、まあ、プロを目指して、はい、まあ、DeNA が育成で取ったという選手なんだけども、はい、やっぱ足が使えるわ、うん、なんかこうバッティングもすごく好調の試合ありましたね。まあまあそうだね、はい、でその試合で2投3投って決めてさ、ね、非常に足のアピールをした、はい、まあ、ああいうふうに積極的にね走れる選手が DeNA の中に出てきたっていうことは非常にあの貴重な選手になってくるというね、うん、やっぱね足もね結構スペシャル的に速い感じがした。あの速さっていうことですか。そうそう、はい、それとねスライディングがうまい。うん、うん、だから球際あ滑り際あ勝負になった時に大橋が勝つ確率が高い。うん、だからいい選手が出てきたなっていうね。足を使える。なるほど。まあセ・リーグではもっといたんだけども、はい、まあなんかちょっと俺の目にこうザッピングしながらだから俺の目に、ついたね、はい、選手をちょっとセリーグピックアップしました。はい、はい、続いてパリーグ、はい、ね、今回はこの6選手です。この6選手、はい、ね、はい、日本ハム、はい、万波今川、はい、ね、両方とも2本ずつホームランを打ってるという、うん、ね、万波は弾丸ライナーでライナー性の当たりでホームランを持っていける、うん、ね、もう最深部、まあ最深部というかバックスクリーンにも放り込むと。はい、で今川は放物線を描きながらホームランの軌道でもいろいろあってライナー性が万波、今川がホームランアーチストっていうやつですね。アーチストっていうような感じのホームランを打つんだけど、はい、やっぱね2人とも思い切りがいいわ、うん、それと今川はやっぱホームランを打ち方を知ってるということと万波はやっぱバネがある、うん、だこの2人の選手には注目だよ。はい、で今は怒られちゃったからね靴履いて打席に入って、ね、ワンストライクを変えられちゃったから、はい、ね、大事な場面 で、まあ、謝罪をしてたけども、はい、ね、まあ、そういうのもやっぱり一つ一つ勉強なんだけどもね、はい、やっぱりいい準備をするということ2人ともね、うん、いい準備をしたら打てる能力が高いだけに、ね、魅力のあるバッティングが見せられるという、はい、ね、万波はもう身体能力抜群だから、うん、ね、はい、はい、でオリックス池田、はい、龍馬、大阪桐蔭、はい、ね、ね、高校生、高校生じゃないよ、はい、もうなんかやっぱ最近の高校生っていうのはやっぱ体もしっかりしてるし、あのスピードに慣れてるから、はい、だからついていくよねプロのピッチャーのスピードに、はい、で2試合連続初球をヒットしてるという、うん、
もう初球から打つ準備ができてるし、うん、非常にこう出てくるのが早いなという。豊さんの思う当時の高校生ルーキーとは全然違った感じですか？全然レベルが違う、うん、だからやっぱ大したもんだなと思ってね、うん、でここに書き忘れたのが木田、はい、2年目、はい、来るに田んぼの田って書いて、はい、木田って言うんだけども、はい、ごめんねちょっとじゃあ目立つように赤で書いてあげますちょっと書きにくいけど、まあ、木田まあいいやね、まあ木田まあまあちょっと勘弁しよう。なんて書いてるかちょっとキダキダあるんですけど。キダキダのキダキダ太郎になっちゃうけど。キダ君。はい。この選手もね、やっぱ去年出てきていきなりこう北海道釧路かなんかで出てきたと思うんだけど、うん、いいバッターだよ。だからあのオリックスの若手は非常にしのぎを削るという意味では。はい、この2人というのはあのチームの底上げに欠かせない選手になってきてるよね、うん、だから非常にこのオリックスの池田と木田、ちょっと注目しておいてもらえればいいと思いますよ。チームで固定で必ずこの人がいるとっていう風なことも大事なんでしょうけど、うん、いや大事大事だけどこうみんなでしのぎを削り誰がっていうのもすごく大事なんですよね。そうそうそう、はい、だからこの2人は刺激になると思う、うん、はい、ロッテ、はいね、佐々木朗希、もう言うまでもない、はい、うん、163キロ、はい、ね、この時期に163キロで平均がだいたい157、8キロで来てるんだよね、はい、でも160超えが5回投げて23球あったというさ、うん、で5回までにソフトバンク打線を9奪三振、うん、レベルが違う、素晴らしい、うんうん、だから本当今年の佐々木朗希は注目だよ。またこう一つレベルが上がってきてるような感じですか。もうね、うん、バッター全体的なレベルより少し頭が出てるよね、うん、さやっぱついていけないよ、うん、なかなかあのボールには、うん、変化球も多彩だしでコントロールもいいし160キロをコントロールされたら打てないから、うん、だから今年はなんか最多勝あるね。なるほど、うん、そこで意地を見せるのが千賀とかはい、山本とか、うん、いい勝負してくると思うよ、うん、あだから楽しみだよね。そうですね、うん、それを受けてるのが松川、はい、これがね高校生ルーキーですが、あ体はしっかりしてるし、この前山崎幸也の、うん、こう外に流れる変化球だとかこうついていってついていってついていって最後にインサイドのボール球だよ、うん、あれをコーンと腰を少しこう引きながらレフト前に持ってったバッティングは高校生じゃできないよ、はい、高校生じゃない、びっくりしたって言ってましたね。びっくりした、もう目が皿のようになった、見ながら佐々木と松川のバッテリーっていうのは本当にねパ・リーグの売りになるわこれから。果たして井口監督が使うのかどうかだよね。うん、うん、でもう一人、はい、池田、はい、ね、池田ライト君、はい、親父がヤクルトファンでしたっけ、だったっけ、なんかね、ね、うん、なんか見ましたね。そうそうそう、はい、でお父さんもなんかこう野球やっていて、うん、ライトにホームランを打つ、なんかそれでそうでエピソードがあるんですよね。そうそうそう、お父さんのそのライトというお名前にでライトに打てってでライトにホームラン打てって引っ張り上げてるまあだけどバッティングいいよ、すごく使える右バッターでね、はい、ライトになんか気持ちはない、ね、レフトの気持ちが、はい、という選手なんだけども、はい、この選手もやっぱバッティングはいいね、うん、だから非常に楽しみな選手だわ、はい、ね、まあパ・リーグはこういう選手がちょっと目についたと、はい、まあ、他にもね、うん、それで目についたといえば、はい、これはねちょっと語らせてっていう試合があるんだけども、はい、そうでしたね、それは何かというと、はい、野球の基本は丸々、はい、ね、野球の基本は丸々で、はい、ちょっとね、珍しい試合というか、うん、ありましたね。まあそうだね、はい、まあ、3月2日、ね、オープン戦、はい、ね、ちょっと日渡ってる、まあ皆さんももう知ってると思うけども、うん、日本ハム対ヤクルト1対0、その内訳がそうなんです、ね、はい、日本ハムがヒット1本、ヤクルトがヒット8本、
でエラーが、まあ、ヤクルトに出てると、はい、でスコアがこうスコアが1対0もう反対、まあ、普通逆だよね。だけどこの試合で目立ったのは4つのファインプレー、はい、でね新庄監督がキャンプの時からその無駄なことはしない、はい、例えばツーアウトであってもボールを取った外野手はカットマンに投げて、うん、最後成立させて終わるという、うん、それを全力でやらしてるんだよね、はい、全部がね、はい、でそういうことが非常にカットマンで、ランナーセカンド小賀だったかな、セカンドランナーが結構センター深い位置に飛んだやつを、はい、まあセンターショートサードにつないでアウトにしたりだとかさ、うん、渡辺がそのバント処理を思い切ってサードに投げたとかさ、もう捕殺が4つぐらいあるんだよこの試合で、うん、ね、で先の塁を与えない守備、はい、このファインプレーがあの1対0という勝利を呼んだという、うん、ね、その8本ヒットをヤクルトが打っていって点が入らないというところもそういったところに、そうだね、だからポイントで刺してるんだよね。だからこれはねやっぱ見事な試合というか、うん、やっぱこの試合には野球の基本ね、はい、というのはというのは、はい、野球の基本は守備というものがいかに大事かっていうことを証明してくれたような試合だったんだよね、うん、だからなんて言うんだろう、長いシーズンを考えた時に、はい、まあ、バッティングは3割、うん、守備は10割っていうふうに、はい、確率の高い方を重視して強化していった方が、うん、やっぱチーム力としては安定するんだよね。なるほど。だからそれがやっぱこのオープン戦で初戦に出たというね、札幌ドームで、うん、新庄監督の初陣でね、はい、ビッグボスの頭の中には、うん、おそらくね守ろうなんていうのは思ってないわけよ、うん、で守備も攻めだという、はい、うん、これがあるから、うん、こういう試合になったと思うんだよね。だから新庄ビッグボスが、まあ、意識改革と闘争心、あとは楽しさを、うん、やっぱチームにこう浸透させてきてるなっていうような象徴する試合だった、うん、ね、だから1本しか打てなくてさみんな暗くなるよ。でもこの1点を守るんじゃなくて守備で攻めながら守りきるというね、はい、まあ、素晴らしいゲームを見せてもらったような気がする、ね、もうこのビッグボス、ね、新庄監督はずっとねこう話題になってますけど、うん、ますますなんかこういうのを見ると楽しみになりますよ ね、 そうだね。だから打った時とか、うん、何かした時にこう頭を抱えるシーンがあるんだよね、はい、あれもなんかちょっと実際行った時にちょっと聞いてみたいよね、はい、何を頭を抱えてこう本当は嬉しいじゃないかって、うん、ね、思うんだけども、でも非常にまあ今年日本ハムは注目されるだろうね。すごい、もう今からもう これまでにない注目度でしょうかね、うん、まあそうだね、はい、まあ、それとこうオープン戦1週間終わったけども、うん、すごくいい試合が多くて、うん、やっぱこうなんていうの、オープン戦だけどもなんか気を抜いてるとかそういうところがないよね、うん、だから非常にいい緊張感でオープン戦を過ごしてるなっていうふうに感じました。いろんな新しい風が吹いてますからね、来週も頑張ってください。はい、はい、はい。